はい、それではこれ撮影後のオフショットです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、改めて自己紹介の方を宮川さんからしてもらってもよろしいでしょうか。はい、株式会社ボンドの宮川と申します。会社としてはお花屋さんと、保育園と訪問看護ステーションっていうのを運営しております。よろしくお願いします。タクトケアサプライ株式会社の平野と申します。大阪市内で、福祉関係ですね、訪問介護とか、ケアプランセンターというのケアマネさんの事業とかっていうのをやっております。よろしくお願いします。いやー、どうでした？やってみて。まあこれね、ジョージ君もタイミングがあったんで来てもらって、直接、まあ、ジョージ君の場合、あくまで今回はね、フィクションというか、フィクションだけど本気でやってみるっていうのをテーマでやってみたんですけど、まあそれこそお二方、社長方、お二方は本当に脱力は知らないわけじゃないですか。そうですね。知らない状態でこう、まあ日本6位の選手のプレゼンを聞いてみて、宮川さんどうでした？いや、まあ、具体的な活動の内容とか分かったし、金額の賞金の金額とかも分かったし、で、まあ、そんだけこうできるっていうのがあるんだったら、まあ、もうちょっと自分をこうアピールしてもいいのかなとか、もうちょっと高く見積もってもいいのかなと思ったぐらいな感じですね。あれは結構本気な数字でやられたんじゃないですか。はい、今それこそもっと高くいっていいって言われたんですけど、はい、宮川さんだったらどれぐらいの数字出してよかったなって思います。ジョージ君のプレゼン聞いて、まあ、だって優勝賞金で聞いてたら1000万から1500万ぐらい年間で稼ぐって言ってる話で、なのでそう考えて半分入れるってなったとしても、まあ、750万会社に入ってくるって考えたら、普通に1000万ぐらい別に上げても全然いいんですよね。多分普通はそうですよね。多分ジョージ君1000万ですって、震えますね。ダーツ業界でこの1000万の金額、1000万の金額って出るっていうのは珍しいと思うんですね。そうですね。すごい話だと思う。僕ら、ね、まあ、言うたら、お店をやっている人のお金の状態とまた違うので、プレイヤーのお金の状態って違うんで、本当それはすごい僕も聞いてて、ゾクゾクしたっていうか見てて、平野さんどうでした？そうですね、本当に思いというか、そういうのがすごくまっすぐ伝わってきたなと思う反面、さっき宮川さんおっしゃってたように、もっと出してもいいかなっていうのが、すごくこうお伺い立てるじゃないですけどね、やっぱりこう、伝説を来たっていうやっぱり感覚になっちゃうんで、もっと自分を出してくれても、こちら側としては全然引かない、逆にウェルカムかなと。で、まあ、金額の方もね、いろいろ聞かせていただいたんですけど、まあ、そこももっともっと自分をアピールして、これだけやりますっていうのを言うのと、会社に対しての何ができるっていうのが、いや、もう全般やりますっていう感じだったんで、もっとそれが具体的に思いがあったら、僕らはすごく応援したいなって気持ちによりなるかなと思いました。そうですね。逆にジョージ君、選手側はすごい今回無茶振りしたと思うんですよ。ほんまに、結構な無茶振りを、ね、答えてくれてあれなんですけど、どうでした感想？やっぱりダーツ外の業界外の会社に働きかけるとか、やっぱりそのスポンサーっていうものを応援してもらうっていうことを真剣に考えると、やっぱりその何ができるかっていうのをすごい考えないといけなくて、今やれることもちょっと自分の中で少ないな、もうこれからもっとやらないといけないなっていう、もう真面目に悩みました。そうですね。まあ、うちは、まあ、西川彩選手と東田新選手は、まあ、私の方がマネージメントさせてもらってるっていう面で、まあ、こういう外に対する働きかけ方とかいろいろこう見せ方っていうのは2人には話してての形なんですけど、まあ、こちらも無茶ぶりではないですけど、東田新君にはちょっと赤い人演じて。そうですね、お願いして。いや、楽しかったです。もちろん楽しかったです。楽しかったです。まあね、ああいう人はあかんですよってやつで、まあ、それこそ本当に、はい、じゃあお二方にはちゃんと、まあ、注意してもらえる、その人の、ね、成長を促すように言ってもらえたら、もうそんな人が来るかどうかわからないですけど、ここまでひどいとは、ね、なかなかないと思いますけど。まあ、今回の企画なんですけど、本当に今日のデモンストレーションはトップの選手になっちゃったんですけど、実際来る選手っていうのは本当トップの選手ばかりじゃないと思うんですよ。実際本当下の下じゃないですけど、まあ、まだまだ本当に賞金がしの字もない
稼げる金額はゼロです、うん、っていう人が多分たくさん応募してくださると僕は嬉しいんですけど、うん、そういう人が、まあ、今回の賞金がプレゼン内容のメインになってしまったんですけど、そういう人たちにがプレゼンできる内容って例えばどういうものがあると思いますか、宮川さん。プレゼンできる内容、そうです、今回のジョージ君の内容というのは、うん、主に、与えれるもの、うん、賞金だったじゃないですか、はい、まあ、賞金とあとはジョージ君の大きい夢を買って、うん、金額の提示をしていただいたと思ったんですよ、はいはい、ただ下の選手っていう言い方は悪いですけど、うん、本当にまだまだこれから羽ばたきたい選手っていうのは、うん、その賞金のしの字もないはずなんですよ、うん、会社に入れる、そうですね、はい、そういう人たちが雇用をしてほしいです、援助費30万でもいいですから援助してください、給料20万ぐらいでいいですからって言った時に、その人たちに求めるものって何があるんですか。まあ、僕の場合だったらその僕の会社のことをもうちょっと理解していただいて、はい、働く上での職務上で必要なスキルを身につけようとするとか、うん、そういうところの気持ちがまずは必要かなっていう感じですね、うん、で、まあ、仕事働く上でも迷惑かけないようになった上でプロも目指せる環境を作るっていうのがまずスタートラインに立たないといけないところなんで、そこの思いはあった方がいいかな。多分ジョージ君みたいにもう今日本で6位だっていう肩書きがあればある程度そこは免除される部分もちょっとはあると思うんですけど、はい、何もなかったらそこも同時にやっぱり学んでいってもらわないとあかんかなっていうのはありますね、はい、逆にそれは、これからプロの選手になりたいですっていうのはもしも応募してきた時もやっぱり一緒ですよね、はい、一緒ですね、うん、はい、ありがとうございます。平野さんどうでしょう。そうですね、僕は本当にまあ思いが強い方っていうところなんですけど、うん、まあ、うちも福祉はやってるものの、福祉だけじゃなくてやっぱり人としての成長というのもすごく重視してます。なのでなんかダーツだけ頑張りますではなくて、やっぱりダーツを通して自分がどういった人間になりたいのかっていうところをすごく重視してて、今現状プロでないですっていうのは僕たちはあまり求めてなくて、どちらかというとこれからやっぱり伸びしろしたらいいじゃないですか、逆に言うと何もなければ。だからそこの部分を自分でどうやっていくんだっていうやっぱり思いとか、でそれに対して本当に実行するのかどうかとかっていうのを結構経営者としては見てますし、最初その人たちがランクのトップになって夢叶えたら僕でそれほど嬉しいもんないんで、そこをぜひ応援したいんで、多くの方はそういった思いを持ってきていただければ僕らは嬉しいです、うん、ありがとうございます。まあ、この企画ね、これを見てもらってここからおそらく応募が開始になると思います。それに伴い西川や東田氏の両選手が今回の企画のアンバサダーという形で株式会社ボンドさんとタクトケアさんのスポンサーを受けてこちらのアンバサダーを務めさせていただくということでなりますので、よろしくお願いします。はい、それでは本当これからがスタートです。はい、宮川さんも平野さんもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジョージ君もありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。人から殴られたことない。